ちょっとあの、もうちょっと続いて、あのマイクに向かって、あ、こっち、マイクに、ちゃんこっち、私こっち、違う、反対、あ、反対、マイク側に、そう、OK です、こっち、あ、バッチリ、あ、それでバッチリ、大丈夫ですか？2時からです。はい。残りカウントですよ、ね、カウントの秒です。緊張なんか緊張してる感じしないけど実は超緊張。そうですか。いや私やばいですよ、はい、爆発 しそう初めてじゃないですよ、ね、初めてではないですけど、そう、ね、毎回緊張しないじゃん大丈夫うん、よいしょ、うん、よいしょ、さあ始まります。よろしくお願いします。お願いします。笑顔笑顔、ニコ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 笑顔。私が一番緊張してると思います、うん、笑って頑張ります。笑ってごまかす、 OK です、うん、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ちょっと雨やんでるのかな。降ってた。みなさんこんにちは。ひよこの部屋始まりました。FM にらい 79.2 今この番組をユーストリームでご覧になれますよ。明日以降であればホームページでご覧になれます。 YouTube を通して何度でもご覧になってください。2時から3時1時間元気なあっこママとゆったりまったりした時間をお過ごしください。今日は外は雨の中、結構混んでたんですよ、車がなかなか進まず、やっぱり雨だとね道の渋滞があるので、皆さん車の運転には気をつけて、でお耳はもしあの二来茶壇のあたりにいらっしゃる方はお耳を FM 二来に傾けていただけたらいいなと思ってます。今日は素敵なゲストの方もお二人見えてますよ。ワクワクワクこの番組が始まってもう早いですね。ひよこ三四郎様、あ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あっという間に半年です。はい、おかげさまで叱られ続けて半年。何をおっしゃるうさぎさん叱られて、どなたにでしょう。誰ですかね。あのつく方、あのあのもう本当にあの最初からずっとなんですけど、淡々とでもしっかりで確実にいろんなことをサポートしてくださっているので、本当にもう支えられてます。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あっという間に11月、今日は11月5日木曜日、早いですね。もう年末まであっという間だ。今私がしないといけないこと、した方がいいこと、もういっぱいあります。はい、
みたいな。はい、では早速前に座っていただいている素敵なゲストの方の紹介をしていいですか。はい、はい、この曲大好きなんです。このチロリンに合わせて、はい、子育て支援のイベントを主催されているもう素敵な方なんです。松田エレナ様、ウェルカム。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エレナさんは、はい、子育てを通しながら私と同じく子供が4人、4人なんですよ、ね、下から何歳、小学校5歳、うん、1年生、うん、3年生、うん、6年生ですね。えあっこママのところにも毎回言いますがラインナップが重なっていて。そうですね、そうなんですよ。1年生、2年生、3年生、4年生、6年生来たみたいな。一緒に遊んだら楽しみがワクワクみたいな ね、 ね、本当にその子育てをしっかり通しながら子どもたちのことをやっぱりサポートする、はい、あの側に回りたいなっていうそういう思いがたくさんあって、はい、でイベントを主催されてもうだいぶ経ちますよね。そうですね、5年目に、はい、なります。5年っていうのはなかなかね、うん、短いようで長い、長いようであっという間。そうですね、うん、土台を作る3年、5年、10年スパンで、うんうん、なので5年っていうのはすごい力強い年をね感じると思うんですけど、うん、いろんな苦労の中子育てをしながら、はい、で子供に関わりながらのイベントをしっかり考えてらっしゃるっていうのに私は胸打たれ共感されありがとうございます。出会ってまだ3、4ヶ月 で、 もあっという間の3、4ヶ月で、うん、でラジオに出ていく、ね、くださいねってお約束は前からしていて、はい、で今日その日が来たみたいな、はい、嬉しい。今月11月っていうのは子供のためのオレンジリボンの、そうですね、全国一斉 の、 あの児童虐待防止推進月間になっているので、うん、11月はもう全国各地で、うん、そういうオレンジリボンの啓発を、うんうん、あのやっていきます。そうですよね、本当に、皆さんが考えている重たい感じじゃなくて、ね、あのどのようにされてるかっていうのをまた後でちょっと聞かせていただいて、はいはい、もう一人ワクワク今日のゲストの方を紹介したいと思います。FM ギノワンで FM ギノワンは 79.7 になりますね、はい、金曜日の夜9時から10時ラジオでいろんなサポートをされながら楽しいお話をされているすずちゃん、ウェルカム。はじめまして、すずです。はーいってすずちゃん今日はちょっと緊張気味みたいなしますね、緊張は ね、でもその笑顔に癒されて皆さんあのすごく可愛いすずちゃんと素敵なエレナさん、お顔見てくださいね、ホームページで見てくださいね。すずちゃんは、はい、言語もどれぐらいことで、日本語はもちろんうちなんちもそうですけど、うん、お母様の経歴があって、うん、そうですね、もう一カ国喋れるんですよね。少しだけですけど、はい、お母さんが台湾で、うん、まあ行ったり来たり子供の時してたから、うんうん、少しだけこうリスニングぐらいであれば可能なんですけど。いやいや、そんなことないんですよ。一緒にご飯食べた時に、うん、あの今旅行の方とかで、うん、あのアジア、ね、うん、中国、ね、台湾、ね、あの、うん、あちらからの方がとても多い中、あの前回ご飯食べた時にいろいろね、あのオーナーの方にいろいろ聞いたんですけど、ちょっと意味不明で通じなくて、うん、英語も含めそしたらさささっとすーちゃんが、うん、喋ってて、あ、すごいすごいと、いやいや、流暢に、難しいんですよね、あの、うん、なかなか北京語、中国語っていうのね、発音も含めね、なんかあ、なんか私全然わからないんですけど、一つの言葉で4種類の発音の仕方があるので、いや、私はまだまだなんですけど、うん、やっぱり、うん、ね、まで発音できます、4種類。そうですね、なんか上がったり下がったり、そう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 結構 ね、 ね、難しいですよ ね、 そうですね、言葉って大事なんですよね、うん、自分の言った言葉は
自分に打ち当たして帰ってくるし、うん、言霊にして言葉で出すと、うん、願いが叶うこともあったりもする、うん、言葉で出すことによって行動が生まれたりもする、うん、子供たち育てながらどんな言葉を出すかによってこうがっかりさせたり、こう気持ちが持ち上がったり、それの日々の繰り返しで私はすごく学ぶんですよね、うん、なので、一つ例えばね、忙しい朝に時間がないから、うん、忙しい忙しい早く早く何やってんのって怒り始めると、はい、誰も動かないみたいな、そうですよね、そうなの、もうみんながイライラするだけで、全員がイライラしてそれが波動で伝わり、うんうん、プンプン怒ってもう行かないとかって言い出すと、もうもう逆効果みたいな、大変なことになる、そう、言葉ってすごく大事、うん、人の気持ちを左右するし、気持ちを下げたり上げたりもするし、うん、そうですね、心にぽっかり穴掘っちまったり傷つけてしまう、うん、なんか言葉の虐待とかってね、うん、あるじゃないですか、 なんか言葉ってすごく大事で、うんうん、で逆にそのワクワクするホッとする言葉を、うん、わあじゃあ誰が一番にできるかなトーンってやると、お母さんママに褒められたいから、うん、ちょっと頑張って靴下履いちゃうとかね、うん、頑張って言ってくれると、うん、すごいできた、できた、前は靴下反対に履いてても嫌だったんですけど、うん、もう5人子育てしながら自分で履けた、なんかこんなボタンすいなくても靴がねちょっとね靴下が違ってもすごいねって言える私になったって、うん、私も丸くなったなみたいな、うんほこり食べても死なない死なないみたいな落ちてるものすらダメダメとかって言ってたけど、手が回らなくなると、はい、生きてるだから大丈夫、そう大丈夫、医者医者ほらほら大丈夫ない全然でちょっとぐらいちょっと食べても死なない、あれは言われましたね、私も子供の時にね、なんか3秒ぐらい大丈夫よとか、そう大丈夫、何この3秒はみたいな誰が測る、自分自身が測った3秒なのにそういうのはね、うん、なので、ね、言葉を通して気持ちが変わったりとかっていうのも ね子育てしてて私が育ててるんだなんて思ったことはなく、うん、本当にね育てられっぱなしですよね、デザイナーさんね、学ぶことが本当に子育て多いです、本当に学びを通して日々があって、うん、で子供を通して私元気になってるかなって、うん、自分の居場所もそうだけれども、ママお腹すいたってね、ウィーンって赤ちゃんが泣くから、お母さんは眠くても動きながらおっぱいあげたりおむつ替えたりね、うん、はいって言いながらいろんなことをするのであって、今もそれは一緒で、うん、ね、必要とされてるから動けるしね、またね子供たちがいるから頑張ろうってこう下からふつふつなんか湧いてくるようなものが、ね、エネルギーがあって、もうそこがやっぱりね、もう無償の愛情で ね子育てで学びかなってね、で今日は子供の話をしながら字をいつもみたいに書いてもらったんですけど、エレナちゃんが汚い字ですけど、ハッと思いついて書いた字が今日はだいぶ早かったですよね、書いたの。子供の子、うん、って なぜかピピッとですよね。もうこの本当に子供の子、子供がいるからこのね世の中はこれからの時代を作っていく、子供がいるからあるんですよね、なので子供たちがいなくなったらこれからは何もなくなってしまう、政治も社会も経済も家族も、なので子育てに関わる、子供を通して街づくりをしていく、子供が義務教育の間小学校中学校のその街を、今いるね30、40、50、60、70でもすごい今元気、元気ですよね、自治会の会長もピンピン元気みたいなねそういうこれから超高齢化社会になっていく、そういうね世代と、本当に少子化になっていく、でもね沖縄まだまだ子供がいっぱいで、そのね子育てに対するそのなんか思いを、今日のオレンジリボンも含め、少し落とし込んだ話がね明るくできたらなってね、なんか一人じゃないよっていうメッセージをね、伝えたいなっ
って思うんですよね、はい、あの子供たちってあの大好きな人ほど言えないっていうのがあって、うん、例えばあの大好きな身内の本当に近い身内の、 あのお父さんだったり、ね、その時によって違うと思うんですけど、から虐待を受けてた子供が大好きなお母さんにお父さんのことはもちろん話せないし、学校に行って言えるかというと言えないしで、ね、一人でこうちょっと殻に枠に入っちゃうような、そういうもう本当にこの地域柄もね世界重いんですよね、うん、で子供は黙っちゃって自分の中に入っちゃって、そういうのがインフォメーションとして吐き出すところがあるよっていう知恵もないから、うん、どうにもなくなってしまうってね、孤独死のようなことになっちゃう、うん、そういうのを少しずつでも変えたいなっていう ね、 そうですね、思いがとってもあって、うん、すーちゃんも子供とっても大好きで、ね、いつも何か私がイベントをするときに一緒にあの手伝ってって言いながら私の5人の子供たちと、うん、ものすごくね愛情たっぷりに、あ、じゃあどうしよう、あ、おしっこって言って、うん、私がこう何かねやっぱり無駄に立ってマイクで話さないといけない時にママって起きたら、うん、こうね、できない時に、うん、すーちゃんに一緒にねサポートしてもらったりして、うん、二人三脚してるんですけど、これからね結婚していったり子供をね授かったり家庭を築いたりどんな風になっていくか、うん、これからの人生すーちゃんにとっての、うん、でもそうやってあの人と関わりながらね子育てを一生懸命しているお母さん方だったり、これからね本当にお母さんになった時にそういう思いがね少しあると大きく変わっていくんじゃないかなって、うんうん、一緒にいろんな活動がねできるんじゃないかなって本当に心の底から思っている私です、ね、でエナナさんがあのやっているちょっとイベントのお話をしてもらいたいなと、はい、でこの先ほどもあの、お伝えしましたが、11月はこの児童虐待防止の推進月間ということで、年にこの1歳合祭というイベントなんですけども、年に3回から4回、あの開催していて、特に11月はちょっと力を入れて、はい、イベントを子育て支援のイベントを開催しているんですけども、はい、なんと今月11月28日ワクワク、はい、土曜日、土曜日ですね、はい、うるま市の石川屋内運動場で、はい、このイベントを開催するんですけども、今回去年からあのコラボイベントをコラボということで、あのこの障害児支援をこの支援のサポートをしている Life is Beautiful という、まあ、事業所さんがありまして、はい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 、そちらの、まあ、お祭りと、なるほど、はい、あのコラボイベントということで、今回のイベントはオレンジリボンの啓発と障害児支援というちょっと変わった2つのイベントをちょっと一緒にやることになってますね。大事ですね、はい、うん、障害を持って生まれてもあの、ね、一緒なんです、あの日々あの子育てをするお母さんにとっての、ね、うん、子供を見る温かい目っていうのは全く一緒 で、そういう、ね、本当に子供たちにとっての町づくり、うん、で子供たち同士が触れ合うことによって本当にこう変わっていくっていうのがあるので、うん、こういうね地域のイベントが広がっていくことが一番大事かなって、うんうん、でこの入場も無料なの で、うん、ね、ね、あっちこっちから南部から北部から皆さんが行ける、うん、で、ね、運動場で、ね、するってことはなんかもうそれだけでもワクワク、そうです、晴れたらいいなってね、はい、内容も、はい、結構充実していて、うん、今100店舗近くの、うん、まあ、いろんなお店があって、うん、まあ、ご飯も食べれるし可愛い雑貨を見たり、まあ、マッサージしたりという中、うん、あの今回はあのファミリー運動会ということで、うん、はい、もう参加無料で、うん、まあ、お子さん、あの親子で楽しんでいただきながら参加するだけで景品がもらえるという、すごい、はい、運動会だ、参加することに意義がある、ね、はい、本当にまず来て見て、うん、感じて
体験してだね。そうですね。でステージもすごい充実してるので、うんうんうん、もうあの11時から4時まで、うん、もうずっとステージイベントもやってるので、はい、もう来るだけで本当に楽しく参加できるイベントだと思います。うん、すごい。子供が楽しめるっていうことは。本当に大事なんですよね。そうですね。この、うん、もちろん子どもを中心になんですけども、やっぱりあのこの虐待に関係するやっぱ親が一番あの、ね、うん、なってくるので、うん、その、 あの未然に防ぐという意味での、うん、あのもちろん啓発でもあって、うん、このイベントももちろん子どもたちが楽しめるイベントでもあり、うんうん、やっぱお父さんお母さんが、まあ、そういうあの一緒にコミュニケーションを図る場としても、うん、あの開催しているイベントなので、うん、もちろんお父さんお母さんにも癒されてもらって楽しかったねって、うん、そういう、はい、思いでいつも、うん、あの企画もいろいろやってるので、うんうん、やっぱり、うん、そういう親のサポートもやっぱりやってい、 いけたらなって思いがすごい強いですね、うんうん、お父さんやお母さんおじいちゃんおばあちゃんも日々やっぱり生きていて、何らかしら心のストレスや、うん、いろんなね、うん、なんか思いがありますよ ね、 ね、なんかこうちょっとあの出てしまったりね、うんうん、それがあの共感できる、ね、なんかコミュニティ場があれば、そういうのがね、うん、本当に事前に防げる、 あ、うん、あって気づく、うん、なんか人ってあのその生きてきた人は変えれるみたいな風に思うこと自体おかしくて、うん、人を変えることはなかなか難しいけど、自分自身が気づいて自分が変わることはできるの で、うん、 そうですね、それってどこに行き誰とね、どういう出会いがあって、うん、自分がああみたいな気づいた時に自分が変われることによって、うん、あってでハッとした時に本当にストーンと落ち込んで、この自分の心の中に落とし込むことができて、変わることによって、うん、こう家族のコミュニケーションとか、あそうかってお父さんお母さんが気づくことによって、うん、ポカポカあったかい家族に転じることもたくさんある、うん、それって、うん、それって人とコミュニケーションをいかにとって情報を入れて、でその本人が気づいて変わる、うん、いくらこうね、いろんなこの方にこうです、ああです、そうです、そうですって言っても、うん、本人がうん、違うしみたいね、いや自分のやり方があるし、うん、とかね、いや自分はこうやってやってきたからとかってね出てきちゃうと変わらない。でもなんか、うん、そのポカポカした空気や雰囲気や、うん、そういう風に手を取ってる別のね家族、そういうね抱きしめたりしてるね、うん、すごいねとかっていうのを実際見ながら、なんかそういう気持ちになってポカポカ優しい気持ちをなんか持って帰ることができたら、うん、本人がなんかあれって気づいた時に、うん、子供と関わっている家族の空気感が変わることが一番このね子供の児童のね、うん、虐待の防止につながるんじゃないかなって、うん、もう6月の歯の衛生歯科の習慣の時にね、うん、子供たちのところに行って、はい歯磨きをしましょうねっていうのも大事だけれども、うん、歯磨きをやっぱり仕上げをねしてくれるっていうのは、うん、子供と関わっているお父さんやお母さんおじいちゃんおばあちゃんなので、その人たちが自分の歯と同じように子供の歯を守ることが一番の近道なんですよね、うん、なのでなんかあの学校に行って子供たちに話す以上にもっと大事なのは、うん、先生方とそこにいる家族の人たちに歯のね仕上げ磨きのお話をする方が、うん、でそれが習慣づいて毎日おばあちゃんだったりお母さんが押さえつけてでも仕上げはお母さんって言いながらシャカ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 、うん、ほらここにこうでしょああでしょって、そのね子供を取り巻いている家族が変わらないと変わらないんですよね、うんうん、声かけして歯磨きした、仕上げする、ほな寝ようねって、うん、朝起きておしっこ行った、ご飯た、ね、食べる顔洗ったって、その声かけしてくれる人が変わらないと、うん、結局変わっていかない、うんうん、なのでこういうこのイベントもそうだけど、やっぱり子供を守っていかなきゃ家族で地域でっていう気持ちになんとなくなっていかないと変わらない、うんうん、そのための一人ではね、一人ではできないですよね、できない、ピンポンピンポン、うん、やっぱり子供だけじゃなくて、うん、その周りのね
それが隣の方だったり、地域でね、うん、それが最終的に大人になっていくので、うん、そう、そこ本当に子供たちが成長して青少年になりでね、大人になっていく。なのでもう今あの各小学校中学校で青少年になるまでのこのね、子どもの見守りを地域でする取り組みが今増えてきている、うんうん、そこの大きな何か流れのものすごい一歳喝采というイベントをね、本当にずっとブレずコツコツといろんなことがあっても一人ででもやり続けているエレーナさん、すごい素晴らしいと思う。でね、素晴らしい、だって5年間やってるってことは下の子が5歳だから、下の子が赤ちゃんの時からでしょ、でしょ、そうですね、うんうん、すごい時にやってたんですね。そうです、よっぽどやっぱりその自分の中にそういう気持ちが強く、ね、あって、で周りにその時にいた身近なお母さん方と気持ち一つにこういうことやろうよって、で盛り上がってワクワクしながら楽しいイベントってどうしたらいいんだろうって試行錯誤しながら階段一個一個上がる、ね、ことを、ねね、やりながら、うん、で、ね、少しずつ土台を築いて、でやっと今5年後今がある、はい、本当にたくさんの方に協力してもらって、うん、もうこの5年があるので、ねね、これはすごい大きな力で、はい、うん、で今からこの頭の中にあることも含め、もっと大きなね流れをイメージされてるから、うん、これに向かっていってるってね、頭でイメージすることによって形になるので、ね、イメージできないものはそうならないので、そうですね、うん、本当に、うん、こんな風になりたいな3年後に、うん、5年後にって自分の中にしっかりイメージがあったら、それも人生の計画で、あ、50の時の私は絵本ばあちゃんになってこんなことしてたいなとか、じゃあ40今ね私は何をしないといけないのかなって、うん、じゃあ今日今でね、うん、落とし込んでいくと、あ、じゃあ今しないといけないことと今した方がいいこと、うん、今しかできないことみたいなね、うん、今日しかできないこと終わっちゃったらもうね、うん、終わってしまうので、うん、時間って止まらないので、本当にそれを考えるとワクワクしたことに向かって進んでいくには、うん、じゃあ今どうしたらいいのかなってね、それは計画を立てていかないとそうはならないし、そうですね、うん、でそれのワクワクが来ちゃったみたいなのが11月28日、はい、土曜日、はい、うるま市石川屋内運動場、入場無料です。11時から16時、本当に楽しいイベントが今年も第19回、そうです、19回、素晴らしい、100店舗以上のお店が大集合って、これだけでもワクワク、もう大人でも楽しめます、ね、もう全然楽しめます、ね、うん、ワークショップ、うん、癒しマッサージ、はい、ヒーリング、美味しい飲食店いっぱいあります。例えばもう私スイーツからパンから本当に、キャー、食いしん坊だからもう行かなきゃみたいなね、かわいい雑貨屋さん、ね、雑貨って、ね、雑貨って聞くだけでもうワクワク気になる、ね、今回そのファミリー運動会っていうのがねまたいいですよね、はい、運動会って聞くだけでなんかおじいちゃん場所取りでしょみたいなのが朝早くから、ね、おじいちゃん場所取り、おばあちゃんはお母さんと一緒におにぎり作ってなんかやってるみたいなイメージが、なんか家族のイベントっていうようなイメージがすぐ、運動会家族の、ね、イベントを一緒になんかやるみたいな、なんかね、ずっとやりたかったことで、はあ、やっと実現して、今年初めての試み、はい、そうですね、すごい聞きました、初めてのファミリー運動会開催です、どうなることかちょっと心配なんですけども、うんうん、頭の中ではすごいにぎわってる絵がもうできてるので、当日も、ね、そうなるように、はい、もうパン食い競争とか障害物リレーとか、とにかく参加して商品ゲットして、うん、もうパンがもらえたり、まあ、お米がもらえたり、うん、飲み物がもらえたり、はい、もう参加無料で、パン食い競争ってあのカップでしょいいねこっちでコーヒーも持っててダーッて走って、カップいいね、いや楽しい、とにかくたくさんの方にも参加できるように商品もご準備してるので、ぜひ参加してください。面白い、参加費無料無料です。で参加条件は
オレンジアイテム着用、皆さんオレンジ色ですよ。今日私はあのお着物の、うん、あの本当にね、あの歯切れだったり昔のその反物もう横がちょっと黄ばんでたりとかってね、うんうんうん、あのあね、1回に1台あったりで、うん、あの昔の着物をどうにもできなくてお洋服にアレンジしたいけどっていう方がたくさんいらっしゃって、うん、でそれをこうちょっとね、あの昔からあるものを今風にアレンジするっていうことが大事、うん、御子自身ね、昔からあるものを今風にっていうのをいろいろ商品展開しているのが今私の別のあの企画でもあって、うん、でそのオレンジのお洋服できましたみたいな、これで、またいろんなことをねしていけたらいいなって言って、うん、この切った裁断したもののちっちゃいちっちゃい歯切れがあるんですよね、うん、それをこういうあの細工で、うん、あのつまんでいろんな細工を作る、うんうんうん、つまみ細工ってね、沖縄ではまだあんまり知られてないんですけど、内地では結構 ね、うん、ね、東京とかでも、ね、あのつまみ細工大ヒットしてるんですね、です本まで出てたりして、で、カルチャーセンターで、私もあの銀のアクセサリーの先生をこうニコニコしているので、カルチャー先生同士のつながりで、うん、この間出会った、素晴らしい先生がいて、うん、でそのリナ先生の作品を今日はつけてきました、うん、私がオレンジリボン活動のためのお洋服に合わせた、うん、すごい素敵な、うん、あの、うん、やつを一つ作ってくださいって言って、わかったって言ってくださって、うん、昨日の夜撮ってきたんです。あ、そうなんですか。じゃあこれギリギリオリジナル、オリジナルね、リナ先生のいいですね。そうなんですよ、もうこういうその手で作ることワークショップを通しながら、うん、指導することも含め、皆さんがこうなんか作る喜びと、うん、ね、で体験して、あ、こんなこともあるんだ、うん、こんなこともやってみたいとかね、で言ってみればこういうちっちゃな歯切れでオレンジのリボンが作れたり、このパッチワークのねこういうのになったり、うん、でそのさらにもうお洋服にはならないようなちっちゃなものが2.5 センチ四方の小さな布で、うん、この花びら一枚一枚が作れるということは捨てるとこがないんですね、うん、うん、そういうのをこうやっぱりあの手でね生まれてくるものを雇用に結ぶような仕組みがね、うん、できたらなって心の底から思っているので、うん、アート芸術で街づくりっていうところにまた落とし込んで、うん、今那覇で活動をスタートしているあくままですけど、本当にそのリナ先生も含めね、何かこのものづくり、こちらのね一歳喝采のこのねイベントでもワークショップがあるように、う0歳から10歳ぐらいの子どもたちがワクワク何かものを作る、体験することがとっても大事なんですよね。うん、最近お家で絵を描かない、描くとダメみたいなね。そうなんですか。絵の具、もう汚れるからもうとかね、クレヨン、あ、もう大変大変とかってね、私ちっちゃい時ってもなんかこんなぐるぐるしてもビャンビャンしてやってた、なんかね、あと掃除してさ、その、 あの顔のシミやシワもなんか自分のなんか特徴みたいな、お家の汚れもみたいなね、そんななんかほっこりしたお家だったので、うん、あの自由にねやーってしてたんですけど、今はそういうのができない子どもたちが、うん、本当に、ね、保育園幼稚園で絵の指導をすると、うん、絵を描かないんです、描けないんですよ、描き方がわからない、うん、思いのイメージがわからないとか言ってね、カルチャーセンターで55人ぐらいマックスで教えたりする時も、うん、あの今日何しに来ましたかって言ったら、お母さんが勝手に申し込んだとかすごいね、でも今日会えてよかったねって、うん、否定はしないので、うん、でいろんなお話をしながらね、イメージしてみようか、雨が降ってきたよ、あざあざあざ、イメージできるとかってこうイメージして、あ、今から何をするんだろう、今から、あ、絵を描くんだ、あ、なんか描きたくなってきた、描こうかなって気持ちが絵に向いて描きたいになった時に、あーって描く、うん、白い画用紙があるよ、皿のクレヨンがあるよ、はい、じゃあ思い出の絵を描いてみようとかって、なんだろうみたいなっていうね、うん、
お母さんの顔描いてごらんって、今日は母の日だよ、お母さんの顔みたいな、でも気持ちは絵ではないので描けない、描いたことがないから普通にこうなんかこうこんなんもできないみたいなね、分泌も上がらないとかっていうとね、なかなかこの世の中芸術アートっていうのは伝えるのも難しい世の中になってきてるなって、絵でも伝えるの難しいのにね、描くのすらできないってなったらね、いやそれって気持ちいいなので、あのちっちゃい時にお母さんに手を持ってもらいながらね、こうスプーン持ちって子供って上から掴むので、こうやってね、こうやってこうね、掴んで食べるのが最初始まるけど、それを鉛筆持ち、フォーク持ちに逆手にしてあげる、ここからね、お箸持ち、スプーン持ちが始まるように、お母さんがこうね、子供の手の上からこうだよ、あだよって鉛筆あげるように優しくね、顔ってね、まるでね、目は点々でねとかって、こういう日々の何気ない、こういうこのね、この手を触れてタッチのケアも含めね、そういうこの楽しかったなーっていうね、そういうのがある子どもたちはイベントだったり、ね、自分からこうね、こう愛情もたっぷり受けてるので、逆に愛情を人に与えるまではいかなくても、人を傷つけたりね、押したり噛んだりしない子になるけど、自分がそういう優しい環境に育ってない子たちもたくさんいて、どうしてもやっぱりお母さん一人で夜のお商売しかできないようなお母さんがねいて、で子供たちはお家でこう毎日毎日こうちょっとゲームをしてたりテレビをしてたりとかっていう子たちもいないわけではない、そういう環境の、ね、子たちがいきなり地域にいきなり学校に行ってコミュニケーションを上手に取れるかっていうと、そこはやっぱりとっても難しかったり、どういう環境で子育てをね、どういう地域で、どういう家族で子どもたちと触れ合いながら、受け皿をたくさん作っていくかって、学校に、ね、足を運びにくい子どもたちもイベントには行きやすかったり、この地域の子たちはなんか運動場でやってるみたいやでみたいな、行くかみたいなってわーって言って、で学校にね来ないような、ちょっと来にくいね、ちょっと今メンタル落ちてる子どもたちもなんか来る、参加することによって、あ、なんかこんなところもあるんだってね、でお家帰ってこういろいろ見たら、あ、一人じゃないよって書いてあったりね、ここに電話してごらんってメッセージがもらえるよとかっていうのをね、本人が気づいたら大きな救いになったりする時もある、そういうなんかね、ちっちゃいことだけどそれって人の命を救う大きなことかもしれない、なんかそういうのをね一緒になんかね、できたらなってね、そのもう本当にエレザさんがされてる被災火災のイベントがあっちこっちで本当はね起こるようなね地域のイベントで、この11月っていう児童虐待のオレンジリボン関わらず、年間通して毎月いつも日々あちこちで起こっていないといけないような内容だと思うんですよ、本当に毎日が楽しいですね、そうなると、なんかそういうこのね、あの地域のね、そのサポートがあってイベントってできるし、で誰か一人ブレずにしっかりこうちゃんとやっていこうっていう気持ちのある人がいたら、そこにみんなやっぱり賛同してついていこうってねなっていく、それもすごく大きなこと、なので、あ、こんなことがあったらエレンさんに聞いてみようかなとかってね、私も最初オレンジリボンの活動を今年あの私のなんかこう転機みたいなのがあって、なんかこうあぐーって押されるようにね、なんかあの手術の後なんかぐーって押されるように、自分ができることなんだろうって、で気づきもすごくあったし、いろんな意味で、あ、自分が変わるとなんかあ、なんで私ばっかりとかってね、そういうふうに思った時期も あって、穴に入っちゃうともう出れないってね、ほっといてくださいみたいな、蓋閉めちゃってもう見たくありませんみたいな、もうそんな なんかね、ところからなんか、あ、幸福って最初から幸福の仮面で来ないんだって、不幸の仮面かぶってきて幸福に転じるみたいなのが、なんかそこをね気づいたら、あ、こういうことかって、で私は何かしら、あ、
こういうふうに学びなさいっていうことだったんだ、うんうん、天井を見ててじーっとしててなんかね管いっぱい入ってる中なんか仕事がしたい家族のこと子供たちのことってこのいろいろ思う、うんうん、それがなんかお家に帰ってなんか手も上がらなかったり体の体調がね良くない時もやっぱり子供たちと一緒に前向きな言葉を発しながら前向きに進むことによってどんどん転じていく、うん、このなんかこの転じることのコツみたいなものが自分につかめると、うん、今度それを口から出すことによって自分に打ち当たりして、うん、で戻ってくるっていうのもなんか今も学んでいて、うん、なので言葉にして出すことってすごく大事だなって何よりも人と出会うことが大事だなって、うん、いろんな人から学べてる今自分があるので、うん、とっても大事だなってすずちゃんが実は出会い素晴らしいもう今日ぴったりの言葉みたいな出会い私とすずちゃんとの出会いは2年ぐらいなのかな、うん、そうです ね, ねちょっとブランクもあったけどでも常にずっとなんかね仲良しの関係で、うん、でまた最近すごくねあのワクワクするイベントを一緒にやろうって言ってね、うん、出会っちゃったみたいな、うん、人と人との出会いってすごく大事でちょっとあっこも書いてみました人が出会うことによってなんか愛情愛が生まれるみたいなねなので出会うことによって愛する、うん、愛情がなんかねあもうすーちゃん大好きみたいなエレナちゃん大好きっていうこのなんかこう自分と同じ気持ちを持つようなね、うん、こうポカポカしたものが出てくるっていうのはやっぱりその人の家族だったりその人の背景だったりまで思う自分がすごくあって、うん、皆さんそれぞれ私も生きていて、うん、そうするとそのね出会ったことによって人の人生に関わるようなね、うん、なんかこう奥の愛情までこう受け取ってしまうのでもういろんな話をしてるとまた涙いっぱいになってしまったりするぐらいそうですね、ね、本当にいつもなんか語り出すともう止まらなくなってしまう、そうですね、うんうん、止まらなくなっちゃう私もあの感情が移りやすいので、うん、あこ先生が泣くとまずいです、うん、今ちょっとね先生って出ちゃったんですけど実はあのすーちゃんはアートクレイシルバー の, あの私 の, あの銀の教室で、うん、キラキラアクセサリーをあのこういうのね、うん、あの本当にね手先器用で作る作品作る作品がワオワオワクワクキラキラなんで、ね、もうすぐあの資格をね取ってお母さんとしてやっぱり資格を持っているとかね女性として、うん、女性って出産や妊娠やね、うん、あの結婚とかねやっぱり仕事に対する家庭に対する不安とかね、うん、自立していくためにもやっぱり手に職資格を持ってるっていうのは大きいことであるね、うん、大事、うん、それを何を誰とするかっていうのもすごく大事だと思うの で,、うん、で私はすーちゃんと出会って私の持っているその技術や思いも含め、うん、その技術だけ教えるのじゃなくて人としてねピーチクパーチクずっと喋ってるんですけど、うん、あはーって言いながらなので生徒さんといると私も癒されて、うん、なんか朝私もいろいろあって5時に起きてねおはようおはようから始まって、はい、おもらしがあったりね、1年生になってもうシーツあーだだだだみたいなしかも今朝しかも雨みたいなね、いろんな朝があってでも7時半になるまでのこのね5時からの2時間半いかにニコニコしながら子どもたち5人といろんな話をしてあげることが今日ね私にとって大事かなってね子どもたちも個性があってこの子たちも一人一人育って生きていく、うん、私の所有物ではなくて今一緒にいさせてもらってママありがとうっていう思いがいっぱいなので、ねうん、この子どもたちが今私の目の前から亡くなって私ポカーンみたいな、うん、もうね居場所も含め自分のこのねこのいろんなものが穴が開いてしまうようなそれぐらいも親子って無償の愛情、うんうんうん、もう何事にも変えがたい愛情でね、うん、つながってるので、うん、なので、ね、この朝からのこのねあと私もさっと着替えてやったかやってないか分かんない化粧をタタタとしてあ
うございますってね、でラジオ行ったり教室行ったり、ね、いろんな方と打ち合わせをしたりする、うん、その時にはお家でのお母さんスイッチから、うん、今度仕事スイッチオンみたいなね、うんうんうん、このえ本当に5人お子さんいらっしゃるんですかって見えないですってね、うん、言われるほど自分は仕事をするときはしっかり仕事っていう自分のこの殻作ってたいな、うん、お母さんになった時はダラリーみたいなね、うん、おいでーってね、絵本いっぱい読んで私もヘトヘトに寝るようなあったかいお母さんでいたいので、やっぱりそのスイッチオンオフっていうのはね、うん、しっかりつけてたいなって、うん、いつも思っていて、とは言ってもなかなかうまくいくこともね、なかなかね、うん、ない時も多くて、うん、こうあーってね、こうなんかあーあーあーみたいなこともいっぱいなんかね、めっちゃわかるし、わかります、ね、子供がいるとうまくいかないらしいですね、うん、なんか、うん、こうしたいって思っててもお母さんがなかなかね、 そうそうそう、それにやっぱり、うん、なかなか皆さんね、うん、やっぱりみんな違うので、うんうんうん、まず自分の時間がゼロになるので、一人赤ちゃんがね、自分から生まれて出てくるってことはもう自分の時間が24時間がゼロになるんですよね、うん、寝ないとおっぱい作らないし、うん、で起きたらおむつからまたねすることはいっぱいあって、うんうん、でそれが0歳1歳2歳3歳ってね、私ちょっと続いてたので、うん、もうですよね、もうほんのでもそこでね 100%、200%、300% ってね、うん、500% 自分がマイナスになるぐらい自分の時間を取られるっていうことが、うん、いかに自分が育ち我慢強くなり、うん、20代私がアートでぶっちぎってこうなんか、うん、ああこうしてああしてって思ってたこのね、なんかこうちょっとねピュンみたいな自分がだんだんこう削れて丸くなって、うん、なんかこうね、うん、石のようにやっとこう丸くこうこうみたいなのになったかなっていうのは、子育てをして私がちょっと学ばさせていただきましたみたいなのがあると思う、はい、ねえ、ゆうちゃんもそれはすごくあるのかな、はい、あります、ね、もう会った時からのこのの表情ももうずっと変わらずいつも一緒で本当になんかやっぱりお母さんとしてのこのね本当に気持ちと思いが強いので、うん、最初会った時ももう話が2時間3時間もうあっという間に、うん、いやーみたいな、もうぶっちぎりトークみたいなぶっちぎりママトークみたいなのをわーみたいすごく楽しいまま時間が過ぎて、ね、子育てを通しながらお母さんとして、また私はあきこという名前で、うん、太陽月子供の子、明るい子なので、もう本当にねお名前は大事かなって、明るい子のあっこママで、本当にね太陽と月の子供でいたいなっていう、いつも自分の中に一本こうあるので、あ明るい子明るい子、はい、明るいっていうのは笑顔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 はスマイル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 は人の心もポカポカさせるって、ね、笑うかのには福来たるみたいなのが自分の中にテーマにポーンってあって、まさにその通りですもう最初会った時からそういうのが身に染みて出てるそう、名前名前ってね大事でね、そうそうそう、なのでね、そういうのがね少しずつでも広がっていったらなって、うん、もうちょっと書きましたよ今日は。先ほど言った言葉大事で、うん、自分の言葉で発したことが言霊になって動くんですよね、うん、で行動することになっていくってね、なので人を動かそうとか人を変えようとかじゃなくて、まず自分で考えて、考えたら自分が動く、うんね、誰に押されなくても自分で考えてちゃんと自分で決めて自分で動く、うんうん、だって人からあれしなさいこれしなさいって言われるの誰でも嫌だし、うんうんうん、言われてやるかって言ったらしない、うん、しない、うん、子供たちに宿題やった、あもう時間がない、やったやった宿題やりなさいやりなさいって言っても誰もしないもん、うん、ね、本当に自分のなんか心の中で、あ宿題をやらなかったら明日学校に行って恥ずかしいかもとかね、うんうん、これやらないとなんか自分がとかって自分の中でなんかこう気づいたらやるもんね、うんうん、
明日はこんなことがあるからそれまでにこんなことしてなきゃとかね、明日遠足だってなるともう誰が何を言わなくても、明日の持ち物とか言って自分で読んでね、リュックの中身きれいに入れ替えてね、こうしてああしてまあまあこれがないあれがないってみたいなね、いつもこんなにやってくれたら助かるのに、今でも思う時もあるけど遠足の時はね、そうそう自分からやりますよね、自分から自らですから、なのでなかなかそう自分からしたい気持ちが中から出てきた時に自分で動くので、そうです、ね、人から言われて動かない人は自分で決めないと人は動かないので、なのでやっぱりね言葉って大事ですよね、どんな言葉かけとどういう言葉を自分がもらうことによって、その人が動くのかな、行動するのかなって、それが毎日毎日、例えばさっきの歯磨きだったり、こういうイベントだったり、行こうかとかね、日々読んでる絵本とかね、それによってが日々毎日やってる朝ごはん、早寝早起き、朝ごはんとか歯磨きとか、トイレに行ったらちゃんと拭くとかね、そういう日々のことだけど当たり前のことっていうのが習慣、習慣っていうのがその人のそういうね、毎日毎日お家でせんべい食べてテレビやむやむやむって明日もやむやむやむみたいな人は、それが毎日毎日で毎日の習慣、じゃあそれは大きく言うとその人の人生やっちゃう、変わってくるね、その人の人生がそれで終わらないようにするためにはやっぱり明日、自分で考えて動いてみようよみたいなね、イベントに行ってみようよみたいな、そうそう、それって自分であ楽しそうだなと思って考えて、なんかワクワクした気持ちを受け取ったら行ってみないとわからない、やってみないとわからない、素敵な本を見ながら、うわこんな服着たいな、ヨーロッパ行きたいって舐め回すように見てても何も起こらない、実際に行っておしっこして帰ってくると大きく変わるのと一緒で、食べてカウントして自分で体感して行って感じたことはすごいってね、それがまた自分に落ち込んでいくけど、そうにはならないので、なので皆さん一歳喝采に行って何だかしらのその気持ちと思いと楽しいっていうワクワクを受け取って、でそれが大きな何かね力になったらなって、オレンジリボンはみんなで守ろう、子どもの命と心、子育てに悩んだら虐待かなと思ったらいち早くへ連絡を、189に連絡を、オレンジリボンの運動の公式サイトにつながります。オレンジリボンは子ども虐待防止のシンボルマークです。皆さん全然へーってね、初めて聞く方もいらっしゃると思うんですけど、重たく啓蒙の活動で考えるのではなくて、子どもたちが楽しいなと思えるような街づくりね、で子供を育てながら、本当は子供に育てられているみたいなね、子育てっていうのは子供を育てているような感覚が強いですけど、子供によって育てられているっていうね、そこを自分の中でこう転じると、じゃあ子供の位置づけとか役割とか地域で担っていくこととか、大人がしなければならない今ね役割とかがだんだんこうね見えてくるのかなって、そこも思いを自分一人で考えることは難しいので、一歩外に出ていろんな方と出会って、今日のねすーちゃんのキーワード出会って、でいろんな子供を見て、でおじいちゃんおばあちゃんが、あ見たことない顔の子やなみたいな、地域のねお年寄りの方が子供たちの顔を覚える、子供たちがおじいちゃんおばあちゃんの顔を覚えて安心する、じゃあ逆に全然知らない人がいるとかって気づく、なんか危ないかもって思うとかっていうのも、地域のそういうなんかねコミュニティがないと、コミュニケーションがないとそういう気づきもない、なのでその辺がこういうイベントをすることによって変わるぞ、変わっていく、変わっちゃう、イメージがワクワクみたいなね、そこをねこれからあっちこっちいろんな地域で
できるように、私は那覇でそういうのをね、うん、那覇市の共同でまちづくりっていうのに片足入れながら、今どういうことが大事なのかっていうのをすごく真剣に考えて、思いいっぱいに活動を始めて、うん、10月11月12月来年1月2月2月にそういうまちづくりの観光大使になりながら、本当にこの地域を結んでいくためには、このそれぞれのね、こうリーダーになっていくような人の思いがつながっていくことが大事かな、うん、今日いろんなお話ができてもう本当に嬉しい。しかも、うん、女の子チームキラキラもうね、もう女は強い、もうね、努力っていう字は女の股に力でしょ、うん、もうねコツ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 努力して頑張るのはやっぱりね、母は強しというだけ女性かなとかってね、ねえひよこさん、男性がいる中、ね、はい、そんな話はちょっと辛いんですけど、女性は特に沖縄の女性は強いし、特に那覇の赤峰の女性は奥様はねちょっとちらり顔が浮かんでるのかな素敵な奥様なんですよ、パーソナリティされていてもうね、そうやって一つ一つですけど、イベントを通して子どものね、なんか楽しいイベントができたらなって思いながら、私はアキアートを運営しています。今日は第1週目で、子どもの子育てネタを通しながら、5人のお母さんあっこママですっていうお話をさせていただいて、先週5週目だったので、議員の酒井様に来ていただいて、那覇市のまちづくりアートなお話をたくさんさせていただいて、次回は12月のまた1週目、年末になりますが、またあっこママ登場しますので、皆さんお楽しみにしていてくださいね。はい、 FM2 ライひよこの部屋は毎週木曜日この2時から3時にホームページで、どの、今まで16回ですか、ええ、もっとあります、23回、23回、16回は1歳かつが19だ間違えちゃった23回、はい、ね、もうそれを全部見ることができるので、私がニコニコお話ししてるのも遡ってホームページで見れますので、はい、見てください。今日のゲストは、子育て支援のイベントを本当に真剣にずっとコツコツされてきた松田エレナ様、素敵なお母さんでありながら、もう本日の主役、それから FM 沖縄でお話をされているすずちゃん、もうこれから女性として家族を持ち、どうやって生きていこうかなっていうのも含め、これからね一緒にいろんなことをしていきたいなと思っているすずちゃんと楽しい時間を過ごしました。パーソナリティは蓮見明子でした。皆さん、また来週この時間お楽しみください。 See you! バイバイ。